皆さんこんにちは。非常識な集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、数字を上手に扱うというお話をしたいと思います。数字というのは何でしょうかね、キャッチコピーの中とかにもよく出てきますし、ウェブサイトの中とかにも結構数字とかって扱われてるシーンとか多いと思うんですよ。私も、例えば、パンの方だったら7つの天然酵母っていう、割とキリのいい数字とかですね、使ったりとかしているんですね。奇数がなんか基本的に日本人好まれるとかっていう話を聞いたことがあるので、そこは私も意識とかはしてるんですけれどね、あの1357、9がちょっと若干どうなのか、9でその後はね結構なんか数字飛ぶイメージですね。21とか33とかもあったかな、あと99とか100もあるのかな。なんかあの細い一桁のところは結構いろんなね数字あるんですけど、あんまり数字偶数とか、2とかも使う時もありますけれどもね、あんまり偶数って使わない印象がありますかね。そういう何かあの単体の時の数字の使い方と、あと数字と感情って結構連動しててですね、表現の仕方によって見え方が変わるっていうケースがあります。でこれが結構面白いのが、例えばなんですけども、2% の確率で不幸になるというものと、100人に2人が不幸になるみたいな、仮にこう割とネガティブなあまり良くない情報があったりするんですけれども、そうするとですね、パーセントで言われるよりもなんか2人っていうのがね、すごいインパクトが強く人間の脳は感じるらしいんですよね。だからそれはどうでしょうか。皆さんも実際に言われたらドキッとしませんか。私も2人っていうことの方がなんか生々しくですね、人間が見える感じになるので、パーセントっていうとね、なんか確かに一緒なんですよ、言ってることは一緒なんですけど、100人に2人って言われる方が不幸に見舞われるっていうとインパクトが強いですよね。なぜでしょうかね。なんかね、そういうイメージがあるんですよ。パーセントの方がなんかぼんやりするっていうか、だからネガティブ要因はどちらかっていうとパーセントを中心に表現した方が、和らぐっていうか、事実なんだけど感情の部分の動きは和らぐかなっていう感じなんですよね。であと同様にですね、いい情報ですね、いい情報、ポジティブ要因の強い情報は、例えば私の教室ですね、あの当教室は、90% のお客様に、良いという評価をいただいてますっていう場合と、10人中9人の方に良いという評価をもらってますっていう、そういうお話になると、人って言っちゃった方がやっぱりね、人間が見える感じになるので、10人のうち9人が言ってるんだったら良さそうとか、パーセントで言うよりも9人とか言う方がインパクトがある、これ不思議な感じですよね。だからいい情報はなんか具体的に数で切りのよく表現した方が、なんかね、信じてもらいやすいらしいですよ。だからそこを理解して積極的に、悪い情報を伝える時にはちょっともんやりしたパーセンテージ、いい情報を伝える時には具体的な数字を扱うっていうのも悪くないかなっていうふうに思いますね。あと、私もキリのいい数字を使う時とですね、わざともんやりした数字使う時、 97% とかね、123% とか、なんか変な数字を使うキャッチコピーとかもやるときあるんですけど、そうするとちょっとね、印象に残りやすいんですよね。だから事実、嘘はいけないですけど、例えば計算したとするじゃないですか、何パーセントのお客さんがとかいう話を出したりするときに、本当に 96% とかだったら96って書いた方が、真実味があるっていうか、心に残るっていうか、これ数字の印象とマジックですよね。だから数字っていうのは人の行動を促したりとか、それによって、あ、こっちがいいとかって思わせる心理を動かすキーになったりする時もあるので、
面白いなと思う反面、それを上手に使った方がいいよねっていうシーンがあるっていうお話ですね。なんで、ちょっと気を使うだけで、あのウェブサイトの見た目とか制約率とかが変わっていくんじゃなかろうかというふうに思いますので、ご参考になさってみてください。それでは。